ビン・アイは、白ラの第44代の王であり、聖は金、イミナは名。三国維持王歴では、ビン・アイの別表記も伝える。第38代元聖王の彦であり、父は、ダイヤの金忠家、母は、金氏の貴宝夫人、王妃は、金氏の女王姿王百838年1月に反乱を起こして、先代の貴公王を追い詰め、 貴公王が自殺したことにより、自ら即位した。835年2月、金金帝が上大統に就任してその子の金融庁が自中を退任すると、当時、ダイヤの位にあった金名が公認の自中となった。高徳王の死後、金金帝と金帝龍が大継承をめぐって争うと、あの年広らと共に帝龍を擁立して争いに勝ち、 貴公王として即位させた。貴公王の即位後は837年1月に、上代等に引き立てられ、年広が自中となって反対派を圧倒する立場となった。近邸のこの友長らが、深海賃貸市の旧付のもとに集結して、巻き返しを図ろうとしていたが、838年1月に、近明は、年広と共に紙幣を用いて、貴公王の側近を殺害し、 反乱の意思を示した。この反乱で、気候王が王宮内で首をくくって自殺すると、金明は、貴族層の衰退という手続きを経ることなく自立して、大いについた。長方向のもとに集結した、友長らの一派は838年3月に、軍事活動を起こし、友長派の金明らが武州を下してさらに、南原省警を陥落させた。 12月になって、金明は、武州徹夜県まで軍を進めたところで、王は、金都市地下を派遣して迎撃したが、金明軍の前に壊滅した。839年1月19日、首都金城に向かって攻勢を始めた金明軍が、通る場ついたると、王は10万の金軍を用いて、防戦に努めたが必わず、兵の半数以上が戦死した。 この敗戦を聞いた王の側近は皆逃げ出してしまい、王もまた近所郊外の活裕宅という利休に逃げて隠れていたが、金明軍の兵士に見つけられて1月23日に殺害された。神武王によって、敏愛王と送りなされ、また王の樺は霊式に乗っとって埋葬された。伝貧乏王領として、慶州市内南面もち星座との史跡第190号が否定されている。 貧愛王赤道赤利後期による。金忠地下の大愛は、三国式白木本に、貧愛王即位期によるもので、金名出生時のものと思われる。玄徳王記には遺産にあったことが見え、三国維持、王歴では、各官とする。貧愛王の即位後に、千安氏大王と追肢された。三国維持王歴には、母を、恵み忠氏大王の娘の木と萌夫人とする。 瓶愛王の即位後に戦意大号と追封された。三国維持王歴では影響各官の娘の上姿を王うとする。三国式は瓶愛王の死去1月19日、三国維持王歴では1月22日と記されている。ありがとうございます。